こんにちは。いい家作る全勝です。今回ご紹介するお家は敷地面積61坪、延べ床面積35坪、高級感漂うグレーシックなキューブ型のお家です。インテリアにこだわり抜いたおしゃれなカラーコーディネート必見の今回のお家。ワンランク上の素敵な内装と実用的な間取り、思わず真似したくなるようなポイントがいっぱいのお家です。それでは早速外観から見ていきましょう。外観の仕様はこちら。キューブ型のシルエットが特徴的なグレーでスタイリッシュな外観。塗り壁材はスト採用、シンプルで凹凸をつけないフローティングという塗りパターンで仕上げています。お家の正面にはシンボルツリーを配置しました。シンプルなグレーの外観に華やかさをもたらしてくれます。玄関ドアの前にはアプローチを設置、階段が浮いているように見えるフローティングステップは空間に立体感が生まれ、おしゃれな雰囲気を演出してくれます。こちらの扉は中庭に続きます。中庭ではバーベキューやプール遊びもできるように水栓も完備、車の洗車などにも使える便利な位置に配置しました。タイルデッキを使用した中庭はリビングとつながっており、外からの視線を気にすることなくアウトドアな使い方ができます。それではお家の中に入っていきます。玄関は広さ約5畳、入って右側には子供用の自転車やアウトドアグッズも置けるゆとりのある土間収納が。奥へ進むと中庭へアクセスできる勝手口もあり、おうちバーベキューの準備や片付けにも便利な動線です。反対側にも靴をたっぷりしまえる土間収納を設置、家族全員の靴を余裕を持って収納できます。また靴だけでなく上着をかけておけるハンガーパイプも設置しました。お出かけの支度や帰宅動線もスムーズになりますね。玄関突き当たりを左手に進むと1階トイレ、扉は真っ白でシンプルなハイドア仕様の引き戸を採用しました。それでは中を見ていきましょう。広さは約 1.5 畳、お施主様のこだわりが詰まった上品で美しい空間に仕上がっています。背面には縦に伸びる間接照明を設置、グレーのアクセントクロス、ホワイトのカウンターを採用し、シックで大人っぽい雰囲気を演出しています。ボールと水栓は平田タイルのアイテムをセレクト、ボール周りのアクセサリーはスタイリッシュなブラックを採用し、まとまりのあるコーディネートに仕上げました。続いてスタイリッシュなドアの向こうは広さ約17畳の LDK につながります。モノトーンな配色で統一されたワンランク上の雰囲気が印象的な今回の LDK。 南側に設けた大きな掃き出し窓からは自然光がたっぷり入り、明るくて心地の良い空間が広がります。家族も自然と集まり賑やかな LDK になりそうです。キッチンはタカラスタンダードのオフェリア、アイランド型を採用しました。フラットなデザインは視線を遮らず開放感を演出してくれます。扉はお部屋全体の雰囲気と合わせブラック系のものをセレクト、キッチン背面にはカウンタータイプのカップボードを採用しました。キッチンとの高さを揃え圧迫感のない空間に仕上げています。カップボードの上には家電を置かず、生活感のないすっきりとした印象に。キッチン周りはぐるぐると回れる家事楽な回遊動線になっています。
加熱機器はリン内の4口コンロ。使い勝手が良く、シャープなデザインも魅力的です。アイランドキッチンの周りには壁がないため、リビングやダイニングとの距離感も近く、家事をしながらでも家族との会話が弾みそうです。続いては広さ2畳のパントリー。生活感が出ないよう、炊飯器や電子レンジなどの家電もこちらに置けるようにゆとりを持った設計となっています。また下部にはコンセントを設置しているので、お掃除ロボットもこちらのパントリーが基地になっています。ダイニングはキッチンと対面の位置に設計。料理をしながらでもお子様やご家族の様子を見守れるのが最大のメリットです。ダイニング上のペンダントライトはあえて暖色系の色味をチョイス。温かみのあるガラスの光がお部屋のアクセントになっていますね。テレビは壁付け。テレビボードをなくしたことで見た目がすっきりし、リビングスペースを広く確保できます。テレビ背面の壁はタイル素材を採用し、高級感をプラスしました。続いてダイニング奥の扉。こちらは洗面スペースにつながります。広さは約 1.5 畳。右側には中庭に出入りできるドアを配置。お庭から直行で洗面やお風呂へ行ける動線が嬉しいですね。洗面カウンターはアイカスタイリッシュカウンターを採用。ホテルライクなデザインで、おしゃれさと清掃性を兼ね備えた人気の洗面台です。洗面台左側のドアは脱衣室。ランドリールームとしても使える 3.5 畳のゆとりのある広さです。奥の壁には室内干し用のハンガーパイプ、手前にはガス衣類乾燥機カンタ君を採用しました。衣類に合わせて室内干しと乾燥機を使い分けることができ、室内干し派にとっては嬉しいレイアウトです。作業台としても使える造作カウンターは洗濯かごや収納ボックスがぴったり収まる設計。この収まりは注文住宅ならではですね。続いてはお風呂。標準より少し広めの1618サイズです。清潔感のあるスタイリッシュな空間にまとまっています。それでは2階へと上がっていきましょう。家族が集まるリビングに階段を設置することで顔を合わせる回数も増え、自然と家族間のコミュニケーションも増えます。手すりはお部屋の雰囲気に合わせホワイトをセレクトしました。階段を上って正面には収納ラックを設置。今は漫画を収納していますが、ライフスタイルの変化に応じて様々な使い方ができそうですね。ホール部分にはスタディカウンターを設置。2人座ってもゆとりのある横幅で、お仕事やパソコン業務もはかどりそうです。階段上の高窓からはたっぷり光が差し込むので、日中は照明いらずな空間を叶えてくれます。また夜間の作業も考慮し、ペンダントライトも設置しています。通常だとデッドスペースになりやすいホール部分も有効活用しています。便利に使用できるよう工夫が施されていますね。スタディスペースで誰かが作業していても家族が通れる通路も確保しています。続いて主寝室です。広さは約8畳。折り下げ天井とベッド背面にはグレージュカラーのクロスを採用。柔らかい色味が主寝室にぴったりの落ち着いた空間を演出しています。お部屋の一角にはベビーベッドやワンちゃんのケージも。
窮屈にならないよう広さもしっかり考慮しました。折り下げ天井には間接照明を設置。柔らかい光のグラデーションが安らぎの空間を与えてくれます。寝室の奥には 3.5 畳のウォークインクローゼットを配置しました。衣類や小物、季節物の寝具などたっぷり収納できる広さを確保しました。採光を考慮した2箇所の窓からは日の光が差し込み、気持ちよく朝を迎えられます。スタディースペースを抜けて奥へ進み、突き当たりの扉は2階トイレ。広さは1畳です。1階トイレとは雰囲気を変え、クールなコーディネートに。床材はクッションフロアを採用。抗菌効果があり、衛生的な床材です。2階には手洗いスペースがないため、手洗い付きのトイレを採用しました。最後にご紹介するのは子供部屋です。広さは 5.6 畳。お部屋を南にレイアウトしているため、窓からの採光もよく、十分な明るさが確保できます。白い壁に床と収納ラックの木目のインテリアを組み合わせたナチュラルテイストなお部屋です。服や小物をしまっておける収納スペースも配置。お隣のお部屋もこちらのお部屋と同じ設計になっています。以上、今回は高級感が漂うグレーシックなキューブ型のお家をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。今後も皆さんのお家作りの参考にしていただけるような動画をアップしていきますので、チャンネル登録お願いします。それではまた。